계속 쓸 거야.
わなかったか。アカンコレクション、なんとかしねえとな。とはいえ手がかりはなしか。おいギアー、ギアー、ほんまにどこ行ってもだいだ。あ、ルパンコレクション。うん、何や自分ら。なぜ貴様がそれを持っている。ギアムから棒に命令しようが。エロいカラフルな連中やの。おいお前、そのルパンコレクションをどこで手に入れた。ルパンコレクション、何言うてなんねん。これはなアカンコレクションです。つまらん言い訳を。まあ何にせよそれは俺たちのもんだ。ねえ、やるか。こいつどないしたんや。ワイはまだ本気出してへんのに。ふざけやがって。めっちゃ弱いわ。なんなの自分らお前。全然笑われへんねん。でもめっちゃ鳴ってるよ。あっ、切れた。うーわ、ギアだからや。もう一個見つかったんかな。なあ、どう思う。まあええわ。ほな、待ちやがれ。なんなのよあいつ。落ち着けみんな、状況を整理しよう。状況っつったって、あいつがルパンコレクションを持ってる。俺たちが取り返す。これだけだろ。アカンコレクション。え？さっきのあいつが持っていたのか。どうやらアカンコレクションのようだな。え？どう見たってルパンコレクションだろ。それが今回の騒動の原因っぽいな。どういうこと？わからん。情報収集して正気をつかむ。行こう。もちろん。うん。教えてくれた。ギアラの大段階だ。しゃあけどギャングラーかー、そこは盲点やったな。とにかくこれでアカンコレクションが揃ったんだからさ。ちょっと待て。何を。浮き足だったらあかんで。願い事一つしか叶わへんねやからな。浮き足だってないわよ。慎重に実行の末、あたいの願いはズバリ100万円ちょうだい。小さい小さい、願いが小さすぎ。普段の生活満たされすぎ。なんなのさ。いいじゃない別に。わしら地球丸ごといただこうと言って頑張ってるんやで。地球丸ごと言うたらお金とかそんなん関係なくなるやん。むしろ円とかドルとかの縛りもないやん。なるほど。ちょっと見ろ、あんた天才じゃん。やろう。それでやな、征服するには兵隊が必要やん。おう、100万の兵隊か、最強のしもべか、どっちかにせえ。ちょっと見ろ、あんた天才じゃん。やろ。とりあえず願いの神ヤーネーも呼び出そう。ちょいと聞いておくんなさい。アカンコレクションに宿りし全知全能の神ヤーネン。ヤーネン。あれ、ちょっとそないなことワイに言われても。は？何なの？ひょっとしたら。何？いや、あのカラフルな連中おったや。うん、あいつらこれのことルパンコレクションって言うとったや。
したがろこれ。どっちか一個はそのルパンコレクションちゃいますか。アカンコレクションじゃなくてルパンコレクション。ちょっと最悪じゃない。じゃあアカンコレクションは。まだ見つかってないちゅうことやな。探すぞこのバカ。なんでワイがバカ。むちゃくちゃやな。この辺で怪しいやつ見かけませんでしたか。安心してくれ。君たちの安全は私たちが保証する。ああ、闇雲に探してもらっちゃあかんな。なんだこれは。どうした。なんでやねん。ちょっと、桐島先輩。ワイは全然ふざけてへんで。それより見てみ、俺ルパンコレクションちゃいまっか。確かに。どこにあった。どこってここに落ちてたんや。お手柄ですね先輩。おう、何や呼ばれたような気がしてな。まあこれも日頃の行いっちゅうやつか。喋り方コレクションの回収には成功したというわけか。はーい、おまわりさん。うん、お前は怪盗。やっぱりこれはお前らが隠しとったんやな。これってどれ。これやこれや、このルパンコレクションや。はっ、おっ、イエーイ、大成功。ルパンコレクションいただいたぜ。おのれ怪盗。完全にわからなくなってしまった。これは全部
か勘で僕も先輩に賛成です。調子のいいやつだ。これはルパンコレクションじゃねえ感じがするな。なんつうか勘で。お前はだ。ちょっとどうするのよ。そうだ、さあやってまいりました、本物を探せ。司会は私、元連三号こと明神司とルパンイエローこと僕と正体は秘密だよがお送りします。息ぴったりやな。ここはイエローに任すか。ルールは簡単。今から3つのルパンコレクションを紹介します。その中で本物だと思うやつに大きな拍手を送ってください。ヒントは持っている人が変な喋り方になっているのが偽物だよ。それでは本物を探せ。息ぴったりやな。じゃあまずはこれやで。このあたいが持ってるやつ、これがあんたらの探してるルパンコレクションやと思う人は拍手。市民の皆さん、このわしが持ってるやつこそルパンコレクションやと思う人は拍手。なら最後は俺たちだな。みんな、これが本物のルパンコレクションだと思う人は拍手。さあ、結果が出揃ったようです。本物のルパンコレクションは、アタイラのこの地球を丸ごといただくぜ。地球征服組織。
ちもやるんだ。なんで俺たちがおまわりさんと一緒に。言ってくれるな、カイト。こっちこそ願い先だ。新しい風だな。戦闘員でちゃん。話は後だ。スーパー戦隊ゴWe'll be right back.
違えど、それぞれの胸にあるんじゃないのか、正義の心が。正義、俺たちの胸に小ざかしいやつ。弱き者を助け、悪を許さない。お前たちの胸にはその魂が燃えているはずだ。安全です。
緒に戦う